川端です。よろしくお願いします。今回はですね、絵に関する問題ですね。扇形にですね、ちょうどすっぽり内接している円があります。この扇形の半径が6で、ここの中心角が60度の時、この内接している円 O' の半径を求めなさいという問題です。この問題はですね、円が2つ、この扇形と円っていうのも、扇形は円の一部なので2つの円として捉えることができます。で、2つの円に関する問題出てきた時に意識してほしいことがあります。それは何かというとですね、中心と中心を結んだ線が斜辺となる直角三角形を作るということです。これを意識してください。はい、どういうことかというと、この問題ではですね、まず O と O' この2つの中心を結び、中心と接点を結びます。そうすると今言ったこの中心と中心、O と O' ですね、結んだ線が斜辺となる直角三角形ということで、この直角三角形に注目するんですね。ただこれだけの補助線だったら、実はこの問題は解くことはできません。さらに大切なのはですね、2つの円の中心と中心と接点、これは一直線上にあります。だからここまで伸ばしてください。円がですね、2つあった時にですね、これ外接している時も内接している時も、この場合内接している時ですけれども、その時ですね、この中心と中心と接点は必ず一直線上にあるんですね。なぜかというとですね、ちょうど共通な接線引っ張ると、中心と接点結んだら90度、中心と接点結んだら90度なので、中心中心接点は一直線上にあります。これがもちろん、外接していても同じです。中心中心接点は一直線上にあります。この場合だと共通接線引っ張ったらやはり90度で、ここ90度になってますからね。ということなので、この中心と中心と接点一直線上にあるので、これとこれとこれを結んでください。そしたらですね、さらにこの O' と P も結ぶと、この2つの直角三角形 O'P と O'Q、 これ合同になりますよね。この2つの直角三角形は合同だとわかります。まあ、なんで合同かと言われたらですね、斜辺が等しくて他の一辺がそれぞれ等しいから、半径が等しいのでね、斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいから合同。ってことはこの60度真っ二つになりますので、つまりここが30度だっていうこともわかります。そうすると比が1対ルート3対2ということなんで、ここ1とするとここが2になりますね。で、今半径が1個分だからここ1個分になるんですよね。したがって今 OR の長さ、この OR の長さっていうのは、これ赤丸3個分になるわけですけれども、この OR の長さっていうのは、ここの扇形の半径の6と等しいわけですよね。ということなので、今求めたい円の半径っていうのは丸1個分になります。ここの丸1個分。したがって、6割る3で、6かける3分の1で答えは2という具合に出すことができるとですね。ここが2対1になりますので、ここ6で、まあ、6かける3分の1自体ここ2という具合に出すことができます。半径が2ということになりますよということです。ということですね、まずは補助線ですね。これ、中心と中心を結んだ線が斜辺となる直角三角形を作るということ。また、中心中心接点はこれ一直線上にありますので、そこに結んであげて、そこをヒントにして解くことができる、そういった問題でした。わかったかな？以上で解説終わります。では。